フレッド・アレクサンダーはアメリカ・ニューヨーク出身の男子テニス選手。フルゲームはフレデリック・ビーズリー・アレクサンドルという。1908年の全豪選手権で男子シングルス、男子ダブルス優勝を飾り、同選手権で最初の外国人優勝者になった選手である。地元開催の全米選手権でも男子ダブルス5勝を挙げ、とりわけ1907年から1910年まで。 ハロルド・ハケットと組んで4連覇を達成した。彼のテニスは、痩せ気味の細い体格から繰り出す、滑らかなグラウンドストロークを大きな武器とした。現在は、全豪オープンとして知られるテニス競技大会は、1905年に第1回大会が創設された。最初は、男子シングルス、男子ダブルスの2部門のみで始まり、会場もオーストラリア国内のあちこちの、 名門テニスクラブを転々とした。アレクサンダーが1908年の第4回大会を制した時はシドニーのダブルベイテニスクラブが会場となった。彼は地元オーストラリアとニュージーランド勢以外の外国選手として最初の全豪選手権参加者になり、決勝でアルフレッドダウンロップに3から6、3から6、6から0、6から2、 6から3の逆転勝利を収めた。ダブルスでは、アレクサンダーとダンロップがペアを組み、アンソニー・ワイルディング gg シャープ組を破って優勝する。こうして、フレッド・アレクサンダーは、全豪選手権史上初の外国人優勝者になった。その後は、もうこの大会に参加しなかった。地元開催の全米選手権では、アレクサンダーは1906年から1922年まで、 出場記録を残しているが、彼のシングルス自己最高成績は1908年のチャレンジラウンド決勝進出であった。初期の全米選手権はチャレンジラウンドからオールカマーズファイナルへの流れで優勝者を決定した。アレクサンダーは全豪で優勝した1908年のチャレンジラウンドでビールズライトに3から6、3から6、3から6で敗れ、大会前年優勝者。 ウィリアム・ラウンドとのオールカマーズファイナルに進めなかった。アレクサンダーは全米選手権の男子ダブルスでハロルド・ハケットと組んで1905年から1911年まで7年連続決勝進出の記録を残した。これは今なお全米男子ダブルスの史上最多連続決勝進出記録である。1907年から1910年までアレクサンダーとハケットは 男子ダブルス4連覇を達成したが、1911年に連続優勝記録が止まった。1914年に第一次世界大戦が勃発した後も、全米選手権は途切れることなく開催され、アレクサンダーは戦時中の全米選手権にも参加を続けた。ハケットとの男子ダブルス4連覇から7年後、1917年にアレクサンダーは、 当時19歳のハロルド・スロック・モートンと組んで5度目の優勝をした。同選手権の混合ダブルスでは、1918年にモーラ・マロリーと組んだ準優勝がある。フレッド・アレクサンダーは42歳を迎える1922年まで全米選手権に出場を続け、1961年に国際テニス伝導入りを果たす。全合選手権で、 最初の外国人優勝者となってから60年後、アレクサンダーは1969年3月3日にカリフォルニア州ビバリーヒルズにて88歳の長寿を全うした。ありがとうございます。